こんにちは、浜中仁です、今回は私が勤めている職場からちょっと離れているんですけどもですね、最寄り駅の一つ天満駅、大阪環状線です、その近くにあるですね、うどん屋さん包み屋というですね、うどん屋さんのご紹介をします。これが外観です。ですね。ね、3階建て、ですけども、3階まで行ったことはないですね。2階にですね、子供らと一緒に来たときは、ですね、通されたことがあります。座敷の部屋になってます。1階は椅子席で、ですね、1人の場合はそのカウンターというか個室の、席に、ですね、座って食べさせられます。今回はそのですね、1階のですね、カウンター席で食べたものです。そして注文したのがこれです。右側が、きつねうどん、ね。関西の人はきつねうどん、きつねなんて言わない。きつねうどんっていうらしいですね。私も真似して、きつねうどん、ね。でっかいですね。これがまた出汁が染みて美味しかったですよ、この油揚げ。そして、うどんは大玉。ね、どんだけ炭水化物食うんやいう感じですけども。それに加えて左側のこれがかやくご飯。これもうどんの出汁で、がですね、大変効いて美味しゅうございました。本当に。ね。本当にこれ全部食べて、戻しそうにはなりませんですけども、ああ、お腹いっぱいやなぁと、満腹感がずっと続いてしまいました。ちょっと食べ過ぎましたね。大盛りせんでよかったと思いますが、ですね、このうどん屋さんの麺ですけども、この麺はですね、結構湯がいて時間が経ってたそうで、ですね、さぬきうどんを食べてる人にとってはですね、この麺には幻滅すると思います。まあまあそれはそうかもしれませんが、ですね、この出汁は讃岐うどんには負けない、大変素晴らしい味だと思います。きつねうどんの基本料金450円、大盛りが80円、かやくご飯にして100円、計630円で、もう、気持ち悪いぐらい、手前の満腹感、ですね。ずっとですね、それが続いている感じですね。大変おいしゅうございました、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。